彼女は何を言っているの？ふん、助手よ、どうやらお前は決定的な間違いを犯しているようだ。間違い？ルカ子は女ではない、男だ。何の冗談だ、それは。浅はかだな。お前も科学者なら自分の目でしっかり確かめてみろ。こんな可愛い子が男の子のはず。ごめん、ちょっと。